はい、では再開いたします。積み毛を崩す配信でデッドライジング3をダラダラやってますが、まずこの武器を試してみたいのと、もうちょっとこの辺りは探索しようかな。こっち側とか見てなくね、ちゃんと。でもこれしかないかな。とりあえず今サイドケースがないんで、本編を進めるにしてもなんか別にまだ時間はありそうなので、この街をブラブラしたいと思うんですが、ちなみにここはさ、イングレトンって街なのかな。何箇所かあるんだよね、4箇所かな。ここが最初の街、次次次みたいな感じ。確かにこのハイウェイみたいなところを通ったんだよな。これ特に C レジェンド、とりあえずこの街をある程度把握したいので、この街をブラブラするから今回は。で、中華街側はまあ 100% じゃないにしても、ある程度は見て回ってるので、こっち側行ってみますか。といってもそこがあれだよね、自分家だよね。ここの路地の右側って行けるっけ。ハンマー、ハンマー使ったことないんじゃないかな。これ使ったことないかな。まあ大体これ自体は予想通りの攻撃だけど、こっちがいけるね。ただ振りが早いな。これは使えるな。お、なんかあるぞあそこに。ん？どうやって登る？そっち側からだな。お、スイカだ。ソードオフショットガン。お、設計図。あー、くそ。なんかこの絶妙によし、引っかかったり引っかかなかったり、上から降ってきたり。これはなんだい、火の死神？鎌と多分日本刀でまず作れるだろう。作って、これを作った後にガソリンかな。そこにガソリンがあるから。で、だな。ちょっと試してみましょうか。まあ炎属性がついてるっていうことなんだろうけど、だいぶ薙ぎ払えるしリーチも長いから囲まれた時に便利そうですね。これも試してない。改造武器のさらに改造武器が多いのも結構いいですね。楽しい。そこの店は多分入った店の数とかの実績もあんだよな。金物屋っぽいな。チェーンソーがある。あ、ここは覚えておこう。チェーンソーがある場所、ガスボンベとかも
ピッチフォーク、あ、ハンマーはいいよ。ピッチフォークはね、なんかね、使いそうなんだよね。おっと、釘も、俺持ったことなかったかな、持ったことなかったらちょっと多分マクヤスなんだよね。チェーンソーって色違いがあるのか。この店は覚えておいていいな。こっち側は、ビッグバックね。おっと、なんかその上とかなんか行けそう。いや、そういう飛び方が。いやー、登るのは無理かな。わりとここはもしかして世界の端っこ？あ、そう。いやでもこっち側に行けることにはなってるけど、今塞がってるってことかな。まだこの話が終わるまでは塞がってるのかな、この街のエリア以外は。逆に言うとこの街エリアを探索するのは行けるってことか。せっかくだ、行くか。うわぁ、それ燃えてんだからな。あれなところにダイヤモンドパンティがある。あと、そこは？スタンロッド。多分使ったことない。使ったことないし、いろんな工作に使えそうだ。ここ来たことあるかな、そのヘルプの看板があるここ。なんか一緒助けに来たかな、なんかここに置いてあった気がするぞ、設計図みたいの。やべ、調子乗ってたら死にそうだ。そこ開くかな。開かない。あー、そこに登ろう。で、なんか声聞こえるな。どこだ。あー、壊れた。
なんかあれだ。よしよしよし。ポイントどっかで使いたいな。この家とか入ったことない。セーフハウスじゃないもんね。こういうところにいろいろありそうだからな。服だ。アロハシャツか。もうちょっとなんかこの色でもいいんだけど、アロハシャツには私はこだわりがありますからな。あ、でも入ったことあるな。入ったことあるけど、アロハシャツを多分気づいてなかったな、最初に入った時には。アルハシス私好きですからね。結構持ってますからね、自分でも。安いのですけど。庭の方回ってみるか。あと皿とか使ったことあったっけ俺。これも投擲武器なんだよね。でも1枚ずつ投げないのか、今回は。西洋刀だ。こっちにしよう。この辺の住宅街のあたりもちゃんとは探索したことないと思うんだよな。来てはいるけど、アロハシャツみたいに取り逃しはある気がする。入れる家と入れない家があるんでしょうけど、ほらーこういうの。ああ、変な鬼投げちゃった。一軒一軒見ていくのが多分一番いいんでしょうけれど、そこもなんかある。バット、あーあったあった。オッケーオッケー。釘バットでしょ、やっぱり。だってバットと釘あるもんね。ちょっと待って、なんとかしたい、なんとかしたい。釘バット作りたい。釘バットを作りたいが、ここの一掃するにはこれだ。まだダメか。で、そっか、安全なところで。あー、くそ。この這いずってる状態のが前のシリーズ見たっけか。これ余裕じゃ、余裕あんじゃね今。
で、芝刈り機もさ、これはブレインデッドネタだからね、これで戦うのは。芝刈り機を押したい。押したいんだけれど。ああ、でもこの蹴りやれるね。はい。ああ、そんな感じか。まあいいや。ああ、全回復はしないか、さすがに。2つ分ぐらいかな、回復したの今。釘バット使おう。まあバットの上位互換ですよね、要するに。ちょっとキリがないな。そこ上登れそう。はい、こういうのバイオハザード的ですよね。なんかこういうシートみたいなのあって登れるよってするの。なんかあんな、あそこサッカーボールか。これも蹴るやつだよな。ああ、だ違うの。蹴り飛ばすもんだと思ったが、それともなんかあんのかな、そのコマンドが。ああ、ヘリがあるところか。なんか、いや違うな。ないのかな。投げちゃうもんね。まあ、投げるときに蹴り飛ばすのか。そういうことか。怒っちゃった。登れるんだからなんかあるよな。サッカーボール以外にも。サッカーボールで終わりかな。お、ここは閉まってるってことは今回は入ってないところ。ああ、バスケットボールジャージ、ソードショットガン。治安の悪い人が住んでたのですかね。あ、バスケの上下。介護、はい。増えてない。これ頭にこうできんのか。チキン持ってこう。入ったことがないとこなのかな。
ェフナイフ、まあ包丁だよね。ドアの鍵は開いてるってなってたから、これは内側からしか開かんとこだったのかな。なんか他にあるかな。じゃあここでしか手に入らないもんとか。ないかな。このバスケのユニフォームが手に入るだけかな。あるいは庭の方に何かある。まあこんなもんか。なんかなってるねこの木が。そっち側は、そっち側もしかしてあれかな、オープニングで、ああそうだな、オープニングで行ったところっぽいな、こっちの方は。ちょっと行ってみるか。オープニングで行ったところって言い方も変だな。オープニングだとこっち側から来たところか。多分見てる余裕がなかったろうからな。なんかこっちの方に実は隠しアイテムとかあったりするかもしれないしね。オニオンリングとか。あ、やべ、それは登れない。フィッシュ&チップス、カジキマグロ、そうこういうのはねダイナマイトデカ感があるからね、こういう武器の方がさすがにすぐ壊れるね。入れないのか。これ乗れるね。ただ徒歩で行った方が見えるとは思うんだけどね、なんか面白いアイテムがあったりしても。まあとりあえずいいか。この辺ゾンビいっぱいいるね。こっち側から来たんだから、そっち側を見てみようか。あーでも塞がってんのは塞がってんのか。まあいっぱいいるな。まあでもこういうところに何かあったりするからな。
なんかでもそういう特殊なアイテムとかないかな。フランク人形とかありそうな気がしたんだが。まあ仮に操作だ、でっかいんだよ。ああ、でっかいんだよね。2マスだな、これも復活、回復するのは。ああ、やっぱりスタート時点だな。ちょっと見てみようかな。実は何日目以降に何かが増えるとかあるかもしれんけど。まだ道の方から。ライナーがあったところですね。ライナーの中にも入れるね。これもしかしてずっと戻れんのかな？安全地帯だ、ここ。ここ以降は戻れないとかかな？ ああ、まあそうっぽいな。さすがにな。だよね。これは鍵がかかってるよね。特に見るところはないかな。じゃあそのさ、ライナーのさ、隣の建物は？こっち側じゃなくて。こっち側。なんかがある感じではないかな。なんかがある感じではないっぽいな。基本的には何もないかな。じゃあまあ変えるか。使える車はあれ使えそうだな。今普通に変えるか。まあ実はなんか取り逃しがあるかもしれないですけどね。そこの住宅街は見た。ここは モーテル。それ乗れる？これ乗れるね。乗れるし、これ作れる。あー、ちょっと待って。危ない。
そのスワットバンみたいのも気になるが、ここはお墓だな。まだだな。それで気になるな。あそこも入れるね。とりあえずそのトラックから RPG あるの、いっぱい落ちてんの RPG。 あー入れないや。はい、そこはそれがトイレなんだよな。そこは入れそう。でも入ったことある場所かな。あーなんか入ったような入ってないような。でも見覚えはあるな。なんかこれは途中のメインミッションとかに来たところかな。お墓に行く途中で来たところかな。じゃあまあまだちゃんと入れないかもしれんからいいや。割とぐるっと見て回ったよな。ここが何とかは表示されないのかな。今までのシリーズみたいにお店の名前とかはそこまで細かくはやってらんないかな。いやそれでもなんか設定もっとズームしたら、いや違うな。ああそういうことか。うん、割と一通り見てるかな。あの屋上とか行ったっけ。そういう映画館とかもあったよな。ここいける？いけるね。はい、そっちがなんか屋根的に中華街っぽいからあ、ここ見てなくね。これね、公園だな。ニューステップを一応使っとこう。あ、なんかある。あ、フランク人形だ。あそこに上がれるんだな。ていうかそのバスケコートみたいなところもあるしな。どうやって登るんだ。あっち側から来るかとかかな。その上だもんな。
その上も登れるようになってるもんな。ああ、これは屋上を渡ってこいかな、この感じは。その屋上に登るには、そこではないな。ここでもない。あ、ガソリンスタンドだな。ちゃんと見た今日。ああ、今入り、初めて入ったんだな。行ったことのあるガスステーションで出たから。あ、これ3つ以上回復したな、今。何気にやっぱり入ってないところあるんだな。上に登るには、わあ、雷撃武器にも爆発するんだもんな、今回。あれ臭いな。あそこに見えてるんですけど、あ、設計図もある。いやー、ぽいんだよな。これジャンプ力アップのなんかがないとダメとかかな。ちょっと一回登るだけ登ろう。もう一回登って。あー、くそ。雷撃武器は持ってないとダメだな。なんかあるそこ。オートバイエンジンか。普通そんなもんで殴られたら即死だと思うけどね。こんな勢いで殴られてんだから。なんかこういう黒い血が垂れてるのもあんだね。爆発するのに時間差があるからな。この辺にもなんかあったりする。ショルダーバッグって、まずあの設計図を取るのにこういうところからジャンプしないとダメ。でも助走つけられないよな。待って、あ、レシピもある。あ、そうなんだ。そういうのがないとダメなんだ。こういうことか。ちょっと待って。スマートか。あ、これじゃないな。スピードスター、ハスラー、起き上がる、スピードフォース、薄心理、人間は、いやー、ダッシュ系とかだから、ジャンプは関係ないか。ここでも手に入るのか。食べ物。はい。で、あと、4つ。これ、これ。で、あと2個だから、これと、コンボスピードそんなにだけど、
ああ、でもその先にあるのがいいな。あとどうせ1個だからな。これもらっちゃおうか。で、ただどっちにしろ、ここのジャンプは、多分、普通にジャンプしろなんだよな。待って、これで、ああ、こうだ。オッケーオッケー。で、まずこれをもらう。デスマスク、ああ、なるほどね。下にあったね、確かに。で、次あそこ。ああ、落ちちゃった。まあいいや。デスマスクグリムリーパー取ろうかな。じゃあ先に。取ろうかっていうか、使おうか。ああ、さすがに俺も巻き込まれるか。あったね。で、屋上に登ってから作ろう。近いのはでもそっちに行くしかないか。爆殺しといてよかった。そこにも釘バトセットがあるな。あ、やべ、やばいんじゃない？あれだけ？よかった。あれは？あれもだ。さすがにあれやばかったか。ん？ちょっと待って。これ使ったことないな。ゾンビの硬さも上がってる気がするんだよな。あ、両手武器だからダメか。よくそれ片手で投げられんな。まずこれを作って で、さらにこれをこう。何が違うんだろうね。あ、投げるんだ。投げちゃうんだ。ああ、そうなの。投石武器になったんだ。で、あのフランクフィギュアを取りたいんですが。からだな。いった、オッケー。よしよしよし。こういうの多そうだな。バスケコートの中とか入ったことないよね、多分。これ多分人がいっぱいいるところに投げたらすごい良さげなんだよな。人がいっぱいいるところに投げよう。ダンベル、ダンベル。なんかさ、こういうのさ、ちょうどバスケの格好してるし。ああ、なんか歪んでんな、こっち。ちょっと邪魔。なんかもらえたりしないかな。あー、うまくいかんな。いいや。そのミキサー車がある方とかって見たっけ？この辺怪しいんだよな。通過してるだけで見てないとかありそうなんだよな。
そこは、こっちはでも中華街側。その階段とか登ってなくね？ああ、登れないようになってるか。で、ここはさっき来たかな？この辺はさっき来たっぽいな。一周ぐるっと回ってきたな。ここは、はい、来ましたね。でもここの隙間気になるな。なんだその隙間。なんか気になるな、それ。これ気になるな。車持ってこよう。車かカートか。登れそうなやつ。霊柩車があったな、あっちに。なんかあそこは気になるな。バックでつけよう。GTA だとこういうの絶対なんかあるんだよね。こう。で、ちょっと降りてきて。車を爆破するわけにはいかん。うわ、くそ。こう。あれ、登れない？いやー、でもなんかありそうなんだよな。まっすぐじゃないとダメ？あ、待って、両手武器か、これ今。いや、いけない？いけそうなんだけどな。ダメかな。ダメくさいな。違うのか。いや、まあそうかもしれんけど。いや、でもそこにさ、穴開いてんだよね。なんかありそうなんだよな。あ、やっぱそういうふうにいけるんだ、これ。いけないのかな。いいや、一回諦めよう。なんかありそうな気がするんだけどな。これも2マス以上だな。3マスぐらいだな。エナドリは実はそんなでもないのかな。お、バーベキューチキン。これ多分回復量多いだろうからな。持ってこう。
どっか霧のいいところで。でもぐるっと一周回ってきましたもんね。お、ディック、あの人助けて終わりにするかな。じゃあどっかそれに戦ってるね。ん、どこだ、今見た、出たよな。あれ、どっか今表示されたよな。こうやって道を作る分にはいいですね。あれ、どっかで誰か戦ってるって表示されなかった？ああ、違うか。そこの中にいるやつか。仲間か。じゃあいいや。じゃあ、気力ねえな。そのお店入ったっけ？だいぶ最初の頃に入った？サマードレス来たっけ？これサマードレスは来てないかな。これは来て、来た気がする。これは来た気がする。は、下があれなんだ、配管工の、あ、パンツか、これもしかして。そうか、パンツにあるのスパラ書いてあるのね。これは、なんかこういう細かいのもさ、ワークシューズを履いた記憶がある。細かいの着てなかったりする気がするんだよね。昼間だけどダイヤモンドパンツ入ってみて、それで終わりにするかな。入れるかな、そもそも。なんか足さ、反ってない、この状態だぞ、こいつ。入れないかな。あ、鍵かかってるね。入れないんだ。あのお店入ったことあったっけ？あそことかもあったっけ？目移りするな、やっぱり。あ、ないじゃん。あー、でもここ自体は来てるよね、なんだもう。気づいてなかったのか。この辺とかも来てるか、俺。ここどこ？
これちょっと待って、これ便利なんだよな。便利だから欲しいんだよこれ。あれなんか暗くなってきた、もしかして。ああ、そうか、時間は進むもんだもんな。あ、開いてないんだ。まあキリがないからどっか適当なところで終わりにするかな。あそこ入れない。ああ、鍵かかってんね。この建物自体にまだ入れないのか。で、じゃあそこは、入れない。ん？あ、夜になっちゃったかな。ああ、7時か。やっぱりあれなんだね、話が進まなくても時間は来るんですね。まあそれが分かったからいいかな。これ多分見てないもんね、前回。あ、やっぱこれ切れるね。で、ここ入ったことあるかな俺。精肉店か、ちょっと安全っぽいな。じゃあとりあえずここでこの枠は終わりにしたいと思います。ではお付き合いいただきありがとうございました。